松浦武四郎記念館でアイヌ刺繍展が11月1日から4日までの期間開催されました。アイヌ刺繍展は松浦武四郎が生まれ育った松阪の人たちにアイヌ民族の文化を知ってもらい関心を深めてもらうことを目的に開催されました。展示された作品は北海道帯広市でアイヌ民族の伝統文化を学ぶ勉強会ラムピリカの皆さんが作った作品を中心に70点です。アイヌの民族衣装や財布、カバン、コースターなど日用品の作品も出展していました。また刺繍体験も行われました。参加した皆さんはコースターの生地などにアイヌ刺繍の特徴である曲線やトゲを丁寧に縫っていました。これしかないんです。一番最初もう3分の1ぐらいのところはもうその糸をギリギリぐらいに止めちゃってそれこうなっちゃうダメだやっぱりこうこういったここでクロスするここでクロスしてそっち、はい、こうね、はい、アイヌ文化に関心ある方多いのかなと思ってます、はい、であまり直接本当にアイヌ刺繍を見たことない方が多いのでよかったなと思ってますよ、うん、あの普通の刺繍じゃないお作法がたくさんあってでそれを覚えるのがちょっと大変ですね。